こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、こちら、アシェットの、週刊宇宙戦艦ヤマト2205新たなる旅立ちアンドロメダを作る、こちらの、50号、ヤマトから数えると160号になるんですけれども、こちらの作業やっていこうと思います。はい。で、今回の作業は、台座の組み立てっていう形になりますんで、ちょっと久しぶりに本体は触らずに台座を組み立てるっていう感じになりますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、そしたら160号の作業ですけれども、今回はね、台座の組み立て位置ということで、まあ、本体の方がねかなりでかくなってきたこともあって、台座の組み立てをやっていくっていう感じになりますが、今回では、台座は完成しないので、とりあえずやるところまでやっていきましょう。はい、というわけで、入ってる部品はこんな感じになります。台座のパーツと、あとスピーカーと、あとちょろちょろショートパーツがいろいろ入ってるので、こちらの作業やっていきましょう。はい。そしたら、まずちょっとね、この辺邪魔なのでどけてあげて、でまずは、この基板ですね、このスイッチの基板、スイッチの基板を出してあげて、このスイッチの基板にこの配線を取り付けてあげます。よで、ここに取り付けて、でこれの反対側、こっちの一番後ろのところに、E3 のシールを貼ってあげます。を貼ってあげて、こんな感じで、一旦これちょっと避けといて、次に、このビスを使って台座同士を連結していきます。よいしょ。お、なんかネジが2種類入ってるな。ちょっと待ってくださいよ。ネジが2種類入ってて、これ分かりにくいのよな。お皿が大きい方が14だな。うん、OK。そしたら、まず、この台座のこのこっちのパーツ、よいしょ、台座のこっちのパーツとこのパーツを出してきて、こことここを連結してあげる。で電池ボックスのね、切り欠きがこっちに来るようにして、ここに連結してあげたら、ここの3箇所を、このお皿が大きい方のビス、お皿が大きい方のビスで固定してあげます。前のね、ヤマトの時はこの台座、ちょっとあまりにも見た目が残念すぎるってことで、まあ安っぽすぎるからって言って塗装したんですよね、ラップ塗装で。ちょっと宇宙をイメージして、ブルー系のラップ塗装で塗装してってやったんですけどね、これね、表面がプラなんでちょっと安っぽいんですよね。なんでそれをやったんですが、今回どうしよっかな。あれむっちゃくちゃ大変やったんですよね。むっちゃくちゃ大変やったからどうしたものか悩んでるところで、これくっつけたんで、次に、このクリップ、配線のクリップを、こことここですね、それぞれつける場所が決まってるので、ここに貼っつける。でクリップ3つついてるんですけど、1つは今回使わないので、1つはなくさないように置いときましょう。これとこれをつけたい。はい。
つけてあげたら、次にここのスイッチのパネルですねをつけてあげるので、まず、このスイッチのクリアパーツ、クリアパーツをつけて、その上から、このパーツをくっつける。で、その上に、この基板を、さっき配線をつけた基板を乗せてあげて、ここ4箇所を、残りのビスで固定してあげます。よいしょ、さっきこっちつけた方がいいな。ここと、これヤマトの時もねあれやったんですけど、これどういう仕組みになってるんでしょうね、このスイッチね、謎なんですよね。なんか特にこのスイッチがペコペコ押せるっていうわけでもなく、こうスイッチに触れると反応するんで、なんか静電気かなんかに反応してるんだと思うんですけど、これだけでね、なんでスイッチが反応するのかがいまいちよくわからない。もうちょっと電気関係疎いんでね、それがなんかよくわかんないんですけど、まあとりあえずちゃんと動いてくれるからよしとしましょう。配線関係はね本当わかんない。こんな感じでつけてあげたら、このクリップにこのスイッチの配線を通していきます。よいしょ、こんな感じで、次に、このスピーカーの後ろ、ここにこのインシュレータースポンジですね、共振防止のスポンジをここに貼っつけてあげて、でこの時ね、ここに傷を入れないように気をつけましょう。傷入れるとスピーカーが鳴らなくなったりとかすることがあるみたいなので、気をつけてつけてあげたら、ここに E4 の線をつけて、これでね今回の作業は終了になります。これ取り置きですねっていう形になります。まあ正直なこと言うと、これは傷をつけないように気をつけてって書くんだったら、次回つけてよっていう気はしないでもないですけども、これをねつける場所がここなんですよ。こっち側にこのスピーカーがつくんで、今回つけれないんですよね。つける場所がないんで、じゃあ次回つけてよっていう気はしないでもないですけども、まあそれを言っても仕方ないので、あとこの蓋もね、ここなんですけど、まだいろいろやってから蓋をするんで、今回はつけれないと。じゃあ蓋閉めれる時につけてよって気もしないでもないですけども、まあそれはもう今に始まったことじゃないので、まあこの中に入れてこれで蓋しておけば、まあ傷はいくことはないかなと思いますんで、これで置いておこうと思います。はい、そしたら今回の作業はこれで終了になります。で次の161号では基板の取り付けと台座の組み立てにっていうことで、まあ台座の組み立ての続きですね。できれば次回で完成してくれるとありがたいんですけどね、あの仮台座がちょっと心もとないので、最近地震多いじゃないですか。地震多いんで、あの仮台座がちょっと怖いんでね、できればそろそろまともな台座が来てほしいところなので、次回で完成してくれることを祈ります。はい、でなんかね、僕聞いた話だと、5月から通常の毎週刊行に戻るんじゃないかっていう話も聞いたんで、まあそうなってくるとまたペース戻せるかなと思いますんで、まあ、ちょっとしばらくね隔週が続いてるんですけども、また楽しみにしていただけたらなと思います。はい、というわけで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。